にゃーん、お食事の方、申し訳ございません。今回お伝えしようか悩んだんだけど、どうしても我慢できませんでした。というのも、この度スウェーデンの博物館に韓国の人文集ドンスルが展示、しかもその博物館の名前は嫌な食べ物博物館。ドンスル、この博物館で大人気のようです。ということで、お父さん、おビールのご用意はよろしくないですか。こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。で、いや、ごめんなさいね、笑っちゃいけないのにどうしても我慢できません。ビール進む人いるんかね。お口直しに、最近私が見つけたうまいビール、キリンの本麒麟をお試しください。このビールはドイツ産ホップを使用し、キリンビール伝統の低温熟成製法からさらに 1.5 倍の時間をかけ、長期低温熟成で製造されたおビールなんです。アルコールは 6% とちょっと高いけど、キレとコクがあって本当に美味しかったです。この動画の説明欄にリンクを記載しているので見てみてね。あ、でもドンスルのコクには負けるかもしんないけどね。話を戻しましょう。韓国で報道されている一部を割愛してお届けします。スウェーデンの南部の都市マルメの嫌な食べ物博物館、ディスカスティングフードミュージアムに、うんこで作ったお酒が韓国の伝統療法で使われた食べ物であると展示されている。フランスの AFP 通信が12日報じたって、ここ大手じゃん。新型コロナの影響で観客数が数ヶ月間大幅に減少した後、3ヶ月間の展示になった今回の展示では、トンスル、サソリウォッカ、アイスランドのクジラの清掃で作られたお酒など変わった酒を展示している。しかし断然興味を起こさせるのは、展示場の真ん中に置かれた人間の排泄物で作った黄色がかった韓国のトンスルであるって。いや、トンスル大人気、ドセンターゲット。直接酒を準備した博物館の館長は、これは伝統的に使われた韓国の薬酒、現在はもう飲まれていない、骨が折れあざができた時これを治療するために飲んでいたと説明した。ってそこまで説明しなくても。また以前よりは酒の匂いが強いが、製造時の匂いはかなりひどかったと述べた。展示されたものには、酒の中に入れられたリスの腹から、リスの腹から流れるスコットランドのビールもあった。アイスランドのクジラの清掃で作られたビール、アメリカ人の囚人がトイレで発酵させたことで有名なワインであるブラブも展示されて関心を集めた。嫌な食べ物扱いは、見るからに恐ろしくひどい食べ物が展示されていますが、2年前にオープンした後人気を集めたって。いや、名だたる名手を退け、ドセンターをゲットしたドンスル、やはりオリジナルは強い。それにしても海外ではプーワインって言われてるんですね。プーというのはうんちという意味ですが、幼い子供に対して使う英語、大人だと仲の良い友達とふざけた感じで使ったりするけどね。まあお子ちゃま用の言葉なんです。で、いや、お食事の方本当にごめんなさいね。キリンの本麒麟おビールでお口直しください。以上、最後まで本当にご視聴ありがとうございました。
払って